キッズゲームス、やっほー、チャンネル登録してね、いいねボタンもポチッと。今日は2人に企画を持ってきたよ。題して100人の警察官から逃げ切れ。100人？そんなの多すぎるよ。それくらい多くないと面白くないだろ。ルールは街にあるお宝を先に手に入れた方が勝ちだよ。お宝？もしお宝を見つける前に警察に捕まったら？その場で失格だよ。じゃあ絶対に捕まらないようにしないとね。それじゃあ二人ともこの服に着替えてね。この服って牢屋に入れられる人が着る服だよね。囚人服だよ。準備ができたことだし、そろそろ始めるよ。5分後に警察署から100人の警察が出てくるよ。それなら早く逃げないと。それじゃあくもりん、また後でね。絶対に負けないよ。僕の方こそ。100人の警察官から逃げ切れるよう、いいねで応援してね。ここに隠れていれば絶対に見つからないよね。そろそろ5分経つね。そしたら100人の警察官がちょっと不安になってきたな。警察官解放まで3、2、1、0。さーて、2人は捕まらずにお宝をゲットできるかな。あっという間に街が警察官だらけになっちゃった。よし、思い切って出るしかないよね。いればこうなるよね。くもりん、今頃お宝を探してるのかな。隠れていてもお宝は手に入らないし、探しに行かないと。これじゃ宝探しどころじゃないよ。ね、ここ行き止まりだ。どうしよう。あ、これは。もう行ったみたいだね。かくれんぼの天才です。慎重に、見つからないように。緊張した。うん、宝箱だ。こんなに早く見つかるなんてラッキーだね。さて、どんなお宝が。あれ、木の棒。これがお宝。それはハズレだね。ハズレ。箱を見つけても喜ぶのは早いってことだね。たくさん走って喉乾いちゃった。コンビニで飲み物買おうっと。わっ、警察官だ。とりあえず逃げないと。公園まで逃げてきたけどどうしよう。あ、そうだ。苦しかった。体がびしょびしょになっちゃったけど、休んでいる暇はなさそうなよね。よーし、宝探し再開だ。警察官だらけで道に出られないね。これからどうしよう。そういえば、ここ学校の校門だったね。ひとまず学校に隠れようかな。さすがに学校内には警察官はいないよね。あ、なんで学校にも警察官がいるの。なんとか逃げ切れた。これは早くお宝を探さないと、すぐに捕まっちゃいそうだね。じゃじゃーん、被り物をすれば警察官にバレないよね。確かに顔は隠せてるけれど、しましまな服が見えてるからバレバレだよ。確かに。あ、また追いかけられてるよ。ここはスーパーに逃げるしかって、スーパーにも警察官がいっぱいいる。さらに警察官が増えちゃったよ。これはクモリン大ピンチ。果たしてどうなる。警察官はこうやって慎重に移動すれば大丈夫だよね。あれ、なんか踏んだような。これって警報。
ないよね。そりゃー、カラキツです。結果発表、お宝を手に入れ買ったのはサンさん。やったー。わー悔しい。僕もたくさんの警察官に追われててもうダメかと思ったよ。最後の僕が開けた宝箱の方にお宝が入ってたら僕の勝ちだったのにな。クモリンの宝箱には何が入ってたの？バーナナ。クモリンにとってはある意味お宝だね。じゃあ引き分けだね。さすがに今回はクモリンの負けだよ。そうだ。でもバナナもらえたからよかったよ。最強セキュリティ学校から脱出せよ。イエーイ。今回は学校の中から脱出の鍵をゲットして先に学校の外に出られた方の勝利。中にはたくさんのセキュリティが設置してあるから気をつけて進むのよ。それじゃあ2人とも頑張ってね。やるぞやるぞやるぞ。絶対勝つぞ。最強セキュリティ好きなお友達はいいねを押してね。それじゃあ早速始めるわね。よーいドン。いくぞ。急げ急げ。なんかミッキーお邪魔します。へーゾンビー。ちょっと来ないで来ないで。いやー、クモリンはゾンビハウストラップにかかったみたいね。さあどうなるかしら。あんなにたくさんいたら勝てないよ。んなんかこっちにチェストだ。武器と装備が入ってる。これならゾンビを倒せるかも。もう一回挑戦だ。行くぞ。えい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 。こっちも。えいえい。最後。おりゃー。やったー。ゾンビやっつけた。え、外れ。どういうこと？クモリン残念。外れを引いちゃったみたいね。当たりを引いたら脱出のヒントがあるかも。知れないわね。うわ、感圧板がたくさん。ここはあえて踏んでみよう。ん？何もない。うわ、なるほど、外れの感圧板は爆発するんだね。気をつけて進まないと。プリルは感圧板トラップにかかったみたい。見ただけじゃどこが爆発するかわからないからドキドキね。ここは確かこの道順で大丈夫だったはず。あとはここをまっすぐ行って、よし行けた。外れ。せっかくここまで来たのに。プリルも外れ。二人ともまだ進歩はなしね。次はアスレチックって長い。時間かかりそうだし、もっと別の場所にしようっと。あれ、ここの部屋何もない。うわ、落とし穴。こんなことある。どこに行っても最強セキュリティがあるわ。油断しちゃダメよ。こっちはレーザー。さっきのよりはマシかも。やってみよう。よいしょ。ポポ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 。もう一回。モリンパワー。ドッドン。アイアイさん。あれ、行けちゃった。クモリン天才です。ヒント？あ、なんか書いてある。木材ブロックのお部屋。そんなところあったっけ。探してみよう。クモリンヒントをゲット。これをうまく使えば脱出できるかもしれないわね。クモリンどんな感じかな。私はまだ何も見つけられてないし、先越されないようにしなきゃ。あ、ここ何かありそう。でこんなの渡れるわけないじゃん。別のところに行くか。でこんなところにはしご？登ったら上から行けるとか。あ、スイッチ発見。ポチッとな。やったー、道ができてる。
これで渡れる。ヒント、アスレチックって書いてある。そこに行けば脱出の鍵があるのかな。とりあえず行ってみよう。二人ともヒントをゲットできたみたいね。さあ、どっちが先に脱出の鍵を見つけられるかしら。見っけ、多分あそこの部屋だ。痛い痛い、なになに、あ、トラップ、こんなところに。もうこの糸細くて見つけづらいよ。早くあっちのお部屋に行きたいのに。物を見つければ脱出できるかもしれないわね。ここがアスレチックの場所だね。結構遠いけど頑張っていくしかない。よいしょよいしょよいしょ、いやー、こんなところでつまずいてたら全然先に進めないよ。もっと慎重に行かないと。早速苦戦しているようね。このアスレチックは挑戦あるのみよ。この扉は暗証番号が必要なの？そんなのわかるわけないよ。適当に、えい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 、開け開け、開かない。もうどうすればいいの。あ、なんか上にある。よいしょっと。3文字目 6？ どういうこと。まあいいや、とりあえず持っておこう。早速ヒントをゲットしたわね。クモリンはこの数字の謎に気づくことができるかしら。よいしょよいしょ、もう少し。あー、落ちちゃったよ。また最初からとか嫌だよ。うん、でもクモリンには負けたくない。絶対勝つんだ。なかなか苦戦しているようね。でも諦めなければきっとクリアできるわ。他に何かないかな。あ、スイッチ見っけ、ポチッとな。わ、壁が動いた。4文字目8。また数字だ。なんか宝探しみたいで楽しいかも。他にも隠れてるかな。そうだ、前に絵の後ろに隠れ道があったりとかしたし、もしかしたら。やっぱりもう一つ発見。二文字目1だって。クモリン天才です。クモリンいい感じ。そのまま残りの数字も探し出せるといいわね。よっ、そうそう、今度こそこれで。やったー、渡り切れた。もうヘトヘトだよ。でも無事に脱出の鍵もゲットしたし、外に向かわなきゃね。あのアスレチックかなり難しい設定にしたのに、プリルすごいわね。その調子で脱出頑張れ。おかしいな、他のはどこにあるのかわかんないや。それにドアの暗証番号全然わかんないよ。あれ、暗証番号って数字だよね。もしかして2文字目1、3文字目6、4文字目8。きっとこの数字を入れるんだね。でもまだ1文字目がわかんにゃい。こうなったらバナナの7、7168でどうだ。やったー、開いた。脱出の鍵もゲットだ。学校の外へレッツゴー。ふう、階段疲れた。あ、プリルだ。クモリン、もしかして脱出の鍵手に入れたの。うん、プリルは私も持ってる。ってことは早く外に着いた方が勝ちじゃん。そうだね、じゃあここからはかけっこで勝負だ。オッケー、位置についてよーいドーン。キャッホー、待ってクモリン。うー、このままじゃ負けちゃう。全力ダッシュ。あ、後ろに大きな
バナナが。え、どれどれ。お先。わあ、待ってブリル、ずるいよ。ゴール。ブリルが先にゴール。おめでとう。やった。ちょっと、バナナで止めるなんてずるいよ。作戦勝ちだね。こー、悔しい。二人ともいい戦いぶりだったわ。今回のゲーム面白かったよってお友達はいいねを押してね。こうなったらもう一回勝負だ。いいよ、かかってきなさい。じゃんけんの3回勝負。プリルはグーしか出しちゃダメだよ。そんな勝負誰がするかい。そうだ、いい方法だと思ったのに。くもりん、今日はおばあちゃんのお家に遊びに行くゲーム持ってきたよ。なにそれ、面白そう。この人がおばあちゃん？そうだよ。そしてこっちがおばあちゃんの孫なんだけど。気が変わったって。あれ、こんなの知らないよ。また追いかけられたりしないよね。嫌な予感がするね。あ、ドアが塞がってる。どういうこと？閉じ込められちゃったみたい。そんな、早く出口探さなきゃ。ここから行けそうだよ。隠し通路だ。僕たちが帰れるようにいいねで応援してね。あ、猫だ。かわいい。入り口だろ。あ、そっか。こうなったら僕の勘に任せて。おいおい、大丈夫かよ。出れた。なかなかやるじゃねえか。ここって最初にいた場所？戻ってきたみたいだね。お、おばあちゃん。僕たちもう帰るからね。ミミ、おばあちゃんの孫が壁に縫い付けられてる。そんなことしちゃダメだよ。とりあえず今は逃げるぞ。やばいね。ねえ、この赤いのってまさか。トマトジュースに決まってんだろ。だよね。あと少しで行けたのに。真ん中は危ないから端の方がいいよ。なるほど。いけた、いけた、いけた。またマグマ。おいおい、どんどんやばくなってくな。さっきの猫ちゃんだ。かわいいね。いいから早く逃げるぞ。とりあえず早く反対側に向かうよ。くもりん、あれ見て。ハムになってる。これどういうこと？よく見て、ここ大きなキッチンみたいだよ。あつ、ここにいたらこんがり焼かれちゃうよ。きっとこれもおばあちゃんのせいだね。僕たちもご飯にされちゃうの。そうなる前になんとかしないとね。こんなに怖いおばあちゃんだったなんて。一つだけ渡れるみたい。これは運任せで行くしかなさそうだね。これじゃないの？これでもない。じゃあこれ、もう一回左。じゃあ右。え、おばあちゃん？すっごく大きくなってるね。おばあちゃんって巨人になれるの？普通はなれねえよ。こんな大きい毛糸とか張り始めてみたよ。針の上は足場が狭いからゆっくり行ってね。わかった、行くぞ。よいしょ、よいしょ。ここを登って。わー、クッキー美味しそう。僕も食べたい。ここにいたらおばあちゃんに食べられたりしてな。そんな怖いこと言わないでよ。起きて。僕たち本当に食べられちゃったみたい。嘘
んだね。急がないと僕たちも消化されちゃうかも。早く出口見つけなきゃ。なんだろうこれ。何？どうなってんの？間違った方に行くとスタート地点に戻されちゃうのかも。なるほど。こっちこっち、こうでこっちだ。2回目で行けちゃうのかよ。これはどうするの？赤いのが上に上がったタイミングで前に進めばいいんだよ。今だ。そんな感じ。クモリンファイト。すごい匂い。この匂いはまさか。うんち当たっちゃった。茶色の床は足が速くなるんだね。もう一回ジャンプジャンプジャンプ。目が回る。外だ。クモに外に出れたよ。空気が美味しい。さっきのはすごいところだったもんね。でもこれでお家に帰れるね。そうだね。おばあちゃん警察が来て落ち着かせてくれたみたいだね。よかった。もう悪いことしちゃダメだからね。おばあちゃんの孫はこれからどうするんだろう。あ、いいこと思いついた。なになに？バナナを作ってもらおう。お前が食べたいだけだろ。そうだ、僕にバナナを作って。おはよう。おはよう。あれ、クモリンは？まだ来てないみたいだね。呼び出したのはクモリンなのに。ふんふんふん、この声はクモリン。二人ともおはよう。いたんなら早く出てこいよ。僕、楽しい遊びを思いついたんだ。楽しい遊び？その名も探偵ゲーム。探偵ゲーム？誰かがいたずらをしてその犯人を探偵になって当てるゲームだよ。いたずらした人は自分が犯人ってバレないようにするの。くもりん、言いにくいんだけど、人狼ゲームっていう嘘つきを当てるゲームがすでにあるんだよね。にゃんですと？僕が最初に考えたゲームだと思ったのに。でもいたずらをするっていうのは人狼ゲームと違っていいと思うよ。確かにこういうゲームも楽しそうだね。それじゃあ早速ゲーム開始だ。探偵になって犯人を見つけてくれるお友達はいいねを押してね。準備完了。集合場所の公園に向かおう。見たところ、まだ誰も来てないね。うわぁ！いってて、誰だよこんなところに落とし穴を作ったのは。きっと二人のどっちかだな。ということで、落とし穴を作った犯人を探すよ。これだけの穴を掘ったら泥だらけになっちゃいそうだよね。ところでクモリン、なんでびしょ濡れなの？ちょっと水遊びしたんだ。こんな真冬に何やってんだよ。私は絶対やってないから、これはクモリンが怪しいね。違うよ。もしかしたらビービーが自分で掘って落ちたのかも。そんなわけねえだろ。ちなみに、僕もクモリンが怪しいと思うよ。どうして？落とし穴を作ったら、僕だったら落ちてるとこを見たいと思うんだ。確かに。でも堂々と見ていたら犯人ってバレちゃうから隠れてみるよね。それでこの公園で隠れられる場所は、わかった。真ん中の噴水。噴水の中に隠れたら泥だらけになった体も洗えるもんね。ということは、さっき濡れてたクモリンが、犯人はクモリン。うわぁ、絶対バレないと思ったのに。さすがに濡れてたらバレるだろう。一体何が起きてるの？
ームのいたずらだね。この中に犯人がいるの？よし、誰が犯人か探そう。おお、まずは僕たちの行動を確認しよう。私は7時40分に学校に来て、職員室で先生とお話ししてたよ。僕は7時30分に学校に来て教室にいたよ。僕は7時20分に学校に来て図書室に。そんな早く図書室にいたの？早く着いちゃって暇だったから本を読んでたんだ。まとめると、 BB、 くもりん、私の順番に投稿したことになるね。神社の前を通った時はなんともなかったけど、僕の時もなんともなかったよ。ということは最後に投稿してきたプリルが犯人だね。違うよ、私も見た時はなんともなかったよ。でも僕とくもりんのどちらかが犯人なら、プリルは鶏だらけの神社を見たことになるよね。確かにそうだけど。ところでくもりん、教室にいたみたいだけど、どうしてそんなに早くに？早く学校に着いちゃって教室に来たんだけど、チャイムが鳴ったから朝のホームルームが始まると思って待ってたんだ。そんな早くにチャイムが？誰も来ないからみんな遅刻かなって思ったんだよ。それならクモリンより早く来ていた BB はチャイムが鳴ったのに教室に戻らなかったことになるね。それは…あれ？どうして戻らなかったのかな？チャイムなんて鳴ってなかったぞ。クモリンが嘘をついたんだ。嘘なんてついてないよ。チャイムが鳴るのは8時なんだから、そんなに早く鳴るわけないぞ。本当に鳴ったんだよ。これは先生に確認しに行こう。先生から聞いてきたよ。機械の故障で早くチャイムが鳴ったんだって。僕が聞いたのはそれだったんだ。もしかして実は BB 図書館に行ってなかったのかな。にゃんですと？本当は神社でいたずらして私より後から投稿したからチャイムを聞いてなかったんだよ。そんな証拠ないじゃないか。じゃあなんでチャイム鳴ってないって嘘ついたの？それは観念して BB。 じゃあ今回の犯人は BB。 バレちゃったか。やったー、名探偵クモリン。真実はいつも一つ。学校も終わったし帰ってご飯食べよっと。あれ、家の中から物音がした気が。誰もいない。気のせいかな。まあいっか、何を食べようかな。で、あれ、食べ物がほとんどなくなってる。ということはさっきの物音は気のせいじゃなかったのか。まだ近くに泥棒がいるかもな。どこだ？そんなに慌ててどうしたの？泥棒に入られたんだよ。泥棒？きっと探偵ゲームの続きだと思うから、くもりんも呼びに行こう。わかった。ということで僕の食べ物を取った犯人を探すよ。食べ物を盗むなんて許せない。それじゃあ2人に事情聴取します。私は学校から帰る途中だったよ。僕は家でご飯を食べていたかな。プリルが家の近くにいるのは僕も確認したね。じゃあ証拠がないクモリンが怪しいね。嘘じゃないよ。でもプリルも十分怪しいんだよね。どうして？家に入る直前に物音を聞いたということは、泥棒は少なくとも近くにいたってことになる。近くにはプリル以外にはいなかったから怪しいよね。それだけで怪しむのはおかしいよ。それに理由はもう一つあるんだ。もう一つ？クモリンが犯人ならバナナを絶対残していかない。確かに。推理の結果、犯人はプリル。違うよ。本当に違うの？犯人は僕でした。クモリンだったの？でも近くには
私と BB しかいなかったよ。それじゃあ説明するね。その時の僕は、よーし、 BB の家でいたずらしちゃうぞ。あの箱なんだろう。わー、食べ物がいっぱい。大好きなバナナもある。いたずらで食べ物もらっちゃおう。後で返すからいいよね。バナナももーら。はっ、好きなものをわざと残して疑われないようにするって前ドラマで言ってた。だからバナナは我慢我慢。あれ、家の中から物音がした気が。あ、耳だ。隠れないと。ふう、見つからなくてよかった。これで後からみんなと合流すれば完璧だね。ってな感じでした。すごいね、くもりん。なかなかやるじゃねえか。くもりん天才です。じゃあ今回の探偵ゲームは終了。楽しかった。それじゃあくもりん、ゲームも終わったことだし、僕の食べ物を返してくれる？え、やっぱり返さないとダメ？返さないと本当に泥棒になっちまうぞ。そうだ、バナナだけでもください。サウサウキッズゲームス、やっほー。チャンネル登録して。